六する会が発足する。1972年以降、特に被害の大きかった3月17日を、神戸空襲の日とし、薬戦時で、毎年慰霊祭を開いている。1975年3月16日、薬戦時に、神戸大空襲犠牲者慰霊碑を建立する。1978年から死没者名簿の収集に、取り組んできた。神戸空襲で亡くなった人の名前を、 国や自治体は把握しておらず、公的な犠牲者名簿は存在しない。このことから、同会メンバーは寺を訪ねて過去帳を調べ、慰霊祭で遺族らに協力を呼びかけることによって、神戸空襲で亡くなった人の名前を調べた。しかし、名簿作成は一時頓挫する。阪神、淡路大震災の2年後の1997年、代表が亡くなり、中田雅子が2代目の代表になる。 小学校や中学校を空襲体験者と共に訪問し、辛かった人の思いを伝える。戦後60年の2005年、代表の中田たちが名簿収集を再開する。2010年6月、神戸空襲の犠牲者の名前を刻んだ慰霊碑の設置を神戸市に要請する。2011年、神戸市から協力の約束を取り付ける。神戸市は石踏みの設置と、 名簿編さんへの協力を了承する。神戸市の広報紙やホームページでも情報提供の呼びかけが始まる。全国に情報提供を呼びかけ、2012年5月末まで2496人分を収集する。2012年、慰霊碑の建設費の募金を同会が呼びかけると、目標を上回る990万円が全国から寄せられる。市街地を一望できる。 神戸市中央区区区の基調7の大倉山公園の土地が神戸市から提供される。慰霊碑には1978年以来集めてきた犠牲者1752人の名前が刻まれる。2013年8月7日、大倉山公園で神戸空襲を忘れない命と平和の石踏みと名付けた慰霊碑の設置工事が行われる。15日午前10時から 慰霊碑の除幕式が行われる。除幕式では、中田代表が挨拶をし、戦争を繰り返してはならないという、たくさんの人の願いが集まってできた。石踏みに刻まれた名前の向こうに一人、数との生きた命があったことを想像してほしいと呼びかけた。神戸九州犠牲者合同慰霊祭、総務省神戸大空襲犠牲者慰霊碑総務省語り継ぐ。 神戸空襲の記憶、神戸空襲を記録する会、医師のさないさん、ありがとうございます。